カーナンバー90、川端正人。さあ、どういう走りを見せてくれるか。ゼッケン90番、チーム東洋タイヤドリフト、川端正人 GR スープラ。まず1台のスープラは撃沈いたしました。まずは何としてでもベスト16。そしてこの単走1本目飛び出してくる、いいスピードだ。ちょっと引っかかりながらも思いっきり角度をつけて踏んでいく。煙も動く状態で踏み切ってはいった。さあどうでしょうか。なんとかうまくアクセルを合わせられたというこのセクター 2-3 ではあったんですけれども、カーナンバー90、川端正人。さあというところで川端の得点1本目が 97.3、はい、さあこれさらにちょっと上積みはしておきたいところだぞ。どういった走りになるか。降りてまいりました、チーム東洋タイヤドリフトエース川端正人、GR スープラの2本目。精度はまずまず、そこから角度をつけてゾーン2普通過か。そして流されていく、思い切って1コーナー繰り出して入れなかった。うー、流される方向。カーナンバー45、畑中慎吾 VS カーナンバー90、川端正人。さあ2組目、畑中対川端ということになります。それでも過去はですね、実は畑中2勝川端1勝というところで、確かに畑中に乗り上げていったという時もありましたが、どうでしょうか。まずは1本目、畑中先行、後ろから川端、これすごい勢いできた。さあ前も振られる、そして後ろもそれに対して川端が入った、入ってる、あーっと戻った、ちょっと戻った、大きな戻り、これはインカットも取られる、踏ん張れない、待てない。さあというところで、だから川端選手の方がやった感が大きいんですが、はい、まだ2ポイント差、うん、これはちょっとわからない。しかしアドバンテージはもちろん畑中なんで、はいはい、畑中後追いでこれはもう詰めとけばというところもあります。しかし先行川端、思い切ってくるはず、ついていけるかどうか、ずーんとくる川端に対して畑中。さあここはまだ寄れないか、ここから近づいてくる、そこから近づいてくる、さあどうだ、さあどうだ、それぞれトスの走り。